大垣市のめっちゃギフハンター、最後のハッシュタグは時間を忘れるアトリエショップです。ハンター、そのショップは大垣市の中心街にあるこちらの雑居ビルにあるといいます。おビルの中にね、はい、失礼します。はい、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ、なんか早速動物のシルエットというのはありますけど、これは、はい、可愛い小物がたくさんありますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはどういったお店なんですか？はい、見てもらった通りアルパカのお店になっております。アルパカしか、はい、しか取り扱ってない。珍しいですね。大垣市出身でデザイナーの栗田さん、モフモフな毛に包まれたアルパカに一目惚れをしたことがきっかけでスノッコデザインをオープン。でもなんでこのアルパカのお店にしようと思ったんですか？友達がニュージーランドにホームステイに行ってたんですけど、それが2004年ぐらいで、まだ日本にアルパカが全然いなかった頃なんです。で友達がその写真を送ってくれて、アルパカが いたの で変な動物、変な動物がいるよっていうことで、変な動物ですよ。でそれを写真を見て、もう本当首長くて足短くて、なんだこの生き物ってなって、それで一目惚れしたところからもずっとアルパカが好きで、その時は日本にアルパカがいなかったので、うんうんうん、グッズが全然なくて、はいはい、私ずっと絵を描いてたので、あ、そうなんですね。それならもう自分で作ろうと思って。商品としてはどれぐらいあるんですか？トータルで言ったら80種類ぐらいは一人で作ってます。80種類一人で？一人でずっと作ってます。中にはアルパカの保温性が高い毛を生かした商品があります。それがこちらの寒い時期にもってこいの繰り返し使えるカイロです。カイロあるんだ。栗田さんはパッケージを担当したんですが、こんなこだわりがありました。アルパカイロ、ここに、ね、ちょっと注目してほしいんですけど、文化君の毛を本当だ、毛でできていますって書いてあるんですけど、やっぱそのアルパカ可愛いので、すごくその一個一個のファンにファンがついてて、文化君の毛だったら欲しいみたいな感じで、推しの毛ですね。そうそう、推しの毛が入った商品としてすごい、そういう感じでこう人気もあるし、スノッコデザインのファンは今や全国に、大垣市からの依頼で作った出生届を実際に使った栃木県の方にお話を伺いました。アルパカを使うそのデザインの出生届を使われたことで、なんか思い出に残ることになりましたか？思い出には残りましたね。なかなかない機会なんでね、スノコデザインさんのデザインが単純に好きなのと、デザインがすごくシュールで、ちょっと個人的に好みだなと思って、もうアルパカがもう大好きなんですね。そのデザインが大好きなんですね、スノコデザインさんの。そうですね、まずそれが一番です、栗田さんはさまざまなイベントでアルパカを並べた似顔絵も描いていて、こちらも大人気。かわいい。で今回は特別にお店で描いていただきました。おお、ともみちゃんが、はい、描いてもらいました。出来上がりました。やったー、あー見てください、かわいい。かわいい、アルパカもかわいいし、ともみちゃんの特徴めっちゃ捉えてる、インスタグラムのアイコンにしてくださる方が多いんですかね。したいです。何ですか、可愛いですもん。なんかすごい貴重な経験というか体験させてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ではレミさん、スノッコデザインさんに県民の皆さんが共感するめっちゃわかるハッシュタグお願いします。はい、ハッシュタグノーアルパカノーライフです。おお、もう本当にね、はい、アルパカにすごい情熱をここまで捧げるって、すごいなって思いました。そして可愛いですしね、そうなんですよ、モフモフで ね、いや素敵でした。